パラスティカの豆だと澤でです。こちらにおわす方をどなたと心得ますでしょうか。キャビアかなんかにも見えてしまいますけれども、この量だったら多分もう軽く10万超えてしまうんですけれども、何ですかこれは。家でタピオカを茹でるという行為に、うちらはもう何でも家で作ろうとする芸人だ。本当にタピオカ好きじゃん。もんちゃもやりましたし、チューンついても行きましたし、ドンキホーテで売ってましたので買って、うん、茹でました。1袋膨らむみたいな感じで大丈夫。はい、こちらどうやって作ったんですか、豆田さん。そうしたお湯に入れ、はい、まあ小1時間ほどですね、お砂糖と蜂蜜と一緒に戻させていただきました。どうぞこちらコップよかったら、ありがとう、ご利用いただいて、ミルクティーの方買っていただきましたので、先にこれ入れるった方がいいよね。そうだよね、いつもお店相談もこうやって、お色をどちらにしますかってブラック入れて、うん、はい、かしこまりましたって入れるもんな。やるやる、好きな分だけ入れるね。はい、どうぞ。うわー、すごい。でもじゃこれぐらい入れちゃおうかな。そうね、そう、あ、これ癖になっちゃうかもしんない。癖になっちゃう、やばい、もうやばい人いるもん、もう。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、すげえ。今思ったけどもう絶対この太さじゃ入んないわいや入んないわちょっと一回やってみますよ。あ、でもこれいいかもしんない。ハマっちゃうかもしれない。うん、いただきます。全くすいませんちょっといただきます。はい、もうなんか手順に来てるみたいなんかね、ムラがすごくてブニョブニョのやつもあるし、うんうんうん、芯がめちゃめちゃ残ってるやつもあるのよ。でもね、味付けがめちゃくちゃ美味しい、これでも芯だらけでもなんかやり方いろいろあって、うん、8時間とか10時間水に戻してから煮るとかもあったんだけど、うんうん、そんなことできる人たちじゃないから、うん、ネイストーリー茹でたんですけど、砂糖めちゃくちゃ入れたよね。ケースにあったやつ全部入れたこの夏タピオカ極めちゃうかも。いやー、これはハマっちゃいますよ。悪いけど家でタピオカなんか作んないですか、なかなか。文化祭以来よ。いや、うちのクラスタピオカ作ったっけ。作ったじゃん。あれ何したんだっけ、うちは3年の時。ダンス引退したのよ。ダンス引退したの。1、2年はダンスやって、空前のあの学校にダンスブームをもたらし、そう、あれは確実にうちらがダンスのね伝統をもたらしたと。うちの学校ね、ほんと文化祭ねちょっとかそってたっていうか、そう、しょうもないんだよね、うん、悪いけど。漫画とかドラマの文化祭みたいにさ、お化け屋敷とかもなければさ、ないないない、凝ったって見せていいんですか。はいはい、もうなかったじゃないですか。しょうもないのばっかり。そう、しょうもないのばっかで、入学した時にさ、もう、あ、この学校そういう感じにってみんなが悟ったはずだったんだけど、うん、でもそれでもやっぱ力入れちゃうのがうちらのクラスだったよね。絶対男女最初は対立するんだけど、そう、あの前日とかになっていやちょっとやるよみたいな結果的にみんないい子だったっていうボスがその圧がやっぱかったからね、うん、やんねえと殺すぞぐらいのさおい、てめえらちゃんとやれボスもすごいいい子だから、うん、なんかこう、そうそう、動きたくなっちゃうんだよね。楽しかったな、楽しかったな。みんなの文化祭はどうでしたちゃんとした青春な文化祭送ってた人、コメント書いて。高校生ってさ、どんな青春が巻き起こるんだろうみたいな感じでみんなワクワクして入学するわけじゃん。入学した屋上あんのかなとかさ、そう、また理廊下あんのかなとかさ、うん、そのみんな女子たちをどん底に突き落とすぐらいのなんかあれだったよね。あのクラスじゃなかった、私結構ヤバかったかも。メンバーがね、メンバーが良かった。メンバークラスメイトとかじゃないか、メンバー覚えてるのは、うん、なんか謝恩会みたいな、卒業式終わって謝恩会だったじゃん。各クラスなんかその出し物っていうか、なんかやんなきゃいけなくったんだよね、うん、大体はもうほんと先生とかお世話になりました、うん、お花みたいなやつとか、うん、ビデオレターとかそういうのあったんだけど、うん、うちら何するってなった時に、うん、先生にドッキリしようってそうだ、授業中に急にあの音楽かけて踊り出したりとか、やばいやばいみたいな感じで行って、みんなで全員であの廊下に出るところを映像にね、そう、もう YouTuber うちのクラス笑いが命だったもんね、うん、笑いでしかも人を沸かせることができなかった。自分たちの楽しみ方次第ですからね。そういうこと、そういうこと。うちらみたいに結構校則が割と厳しくて、スカートは膝下みたいな高校でしたけど、うん、自分たちの気持ち次第で隠れてね、こそこそ、うん、そうそう、楽
しんでましたから、私たちは、うん、メラいい加減にしろ遊びすぎてな遊びすぎて怒られれば怒られるほど私笑っちゃうんだよな担任とか副担がね、切れるのがね、面白かったんだよね、そうなの。笑ってはいけないっていう状況ってやっぱ一番おもろいよね。一番おもろい。こうやってつかバンってやられた時もうマジでやばかったもん。でもみんな笑ってたよね。みんなこうなってた。あーあみたいな。怒られちゃったね。みたいな感じだもんな。で、あの、今。山芋のテンション山芋のっていっぱい焼き一人聞こえたあーいいね山芋いいねつってあーこれいいなつってすいません山芋っていっぱい焼き4つで一人一個かよだけどなだけど何も躊躇せず4つってパラスティカはい今日はタピオカをねお家で作って食べてみました。漬け込んだ方が美味しく作れるかなということを今回初回で学びましたので次はもうお店同様のねタピオカを作りたいと思います。仕事しないように気をつけてください。私たちの Twitter のアカウントが下の概要欄にあります。この動画で気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上パラスティカでした。ママ何これ知らない。あのなんだっけロバート秋山のあのみちくん、あみちくんみちくんと同じ髪型してあんたみちくんヘアだわ今。あーみちくんだねこれ。ママママみちくんいると思われるあの家にみちくんいるって思われるぞ